長い長い延期の末についにリリースされたサイゲのウマ娘、ハージもあるよ。ということで今回は、DMM 版が実装されたウマ娘を紹介していきます。いやー、リリースまで長かったね。どのぐらいリリースまでかかったんだっけ ?2018 年冬にリリース予定でしたが、そこからリリースされたのが2021年2月24日。およそ3年ほどですね。なるほど、死者誤入したら例だから誤差だな。なんか違くないですか?さて、今作は異世界の競走馬の名前と魂を受け継いで生まれてきた少女たちが、トゥインクル、シリーズというレースでしのぎを削り合うゲームです。え、これレースゲームだったの。ツイッター見てるとアイドルでライブしてたからアイドルゲームかと思ってた。何言ってるんですか?ウマ娘は走って踊って歌うんですよ。やばいわよ!ガチャが無料!欲張りすぎー。さて、今回育成するのはアニメの主人公でもある、スペシャルウィークさんにしましょう。最初に継承ウマ娘、そしてサポートカードを選択します。サポートカードには様々なものがあります。友人タイプカードは絆を上げてデートできたり、友情トレーニングでトレーニング効果を上昇、さらにカードごとに様々なイベントが発生します。視聴者アニキたちはウマ娘のリセマラはやったのかな?なんか調べたらタズナさんが最強らしいけどさすがにそこまでは粘れなかったですね。視聴者アニキたちはリセマラ結果を自慢してみよう。さて、舞台は日本ウマ娘トレーニングセンター学園、通称トレセン学園です。ここにはトゥインクル、シリーズを目指して、前途有望なウマ娘たちが集まっています。トゥインクルウィッシュ。草野ゆい!なんだなんだ。このままでは、いかーん!危機管理!危機管理!どうされたのですか、理事長?仲間を石に変えそうな色してんな。私は、ウマ娘を心より愛する。トレセン学園の理事長として有料おのおのが輝く個性を発揮しきれぬこの現状を非常に憂えている。キリス真冬先生みたい。そこで提案、私は新レースの開催を企画する。なんだって。新レースですか。肯定。みんなが志すトゥインクルシリーズ、その先に、その先に俺はいるぞ。すべての距離、すべてのコースを用意した新たな大レースを作るのだ。はい、すっごい。その名も URA ファイナルズ。かわいいな。URA ファイナルズ。さあ、タズナ、忙しくなるぞ。飽きてきたでゴルシ。なんだこのゴルシ。さて、育成ではトレーニングを積み能力を上昇させることができます。今日も一日頑張るぞい。今日は何をしますか。何でも頑張っちゃいますよ。今何でも。あ、やばい。トレーニングにはスピード、スタミナ、パワー、根性、賢さの5つの種類があります。これらのステータスをウマ娘や作戦に合うように伸ばしていくわけですね。ちなみに今回はゲームの流れを紹介するのでイベントは倍速でお送りしています。はじめからちゃんと倍速設定があるのは助かる助かる。ちなみにステータスはどんな感じに上げたらいいんですかね。僕はついついバランスタイプにしちゃうんだけど、一点突破の方が良かったりするんじゃろか。トレーニングの右上にキャラが表示されていると、サポートカードイベントが発生することがあります。様々な効果があり、能力の上昇、体力の回復、スキルのコツなどを入手できますね。ざっとプレイしてる感じだとパワプロくんのサクセスに近い感じだね。トレーニングしてポイント貯めてスキルを入手していく感じとか、大丈夫博士ポジもいるのかな。さて、そして日数が経過するとレース本番が訪れます。レース前にスキルを習得するのを忘れないようにしましょうね。これってどのスキルが強いのかな。よくわかんないから 10% オフのスキルにしとこ。メメントちゃんって値引きする商品だといらないものでもつい買っちゃうタイプですよね。さて、レース前に結果を予想することができます。レースにウマ娘が合っているかも確認でき、便利な機能ですので活用していきましょう。勝利を信じて、いざ、鎌倉。注目の1番人気、8番、スペシャルウィーク。実力は完全に上位ですね。作戦もちゃんと決めないとね。てしまいます。王道の距離で構想が期待できますね。今回は差しで行こう。ハルーララ金策をしてはいけない。俺は悪魔だ。ちなみに僕ちゃんは競馬とかは全く知らないんだけど、こういうレースは実際にあるんですかね。競馬に詳しい視聴者兄貴たちは今まで買った金額と負けた金額を教えてね。上空には灰色の空が広がる阪神レース場、天気はなんとかも。スペちゃんだけ衣装が浮いてる。天気持ってくれるといいですね。3番人気はこの子です。
3番2番人気を紹介しましょう。1番威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、一番人気スペシャルウィーク火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。実況が本物っぽくてすごい。今スタートが切られました。頑張れスペちゃん。揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。現地は馬娘を操作したりすることはできません。育成した馬娘を信じて見守りましょう。一番人気スペシャルウィーク花を奪っていったのは9番1番並んでくる車激しい振り合い4マシン離れて6番外でスペシャルウィーク1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。1番快調に飛ばしていきます。作戦はさしだから良い感じなのかな。そういえば視聴者は見た時は星3交換付けでどの馬娘と交換した。一番推しの子を教えてね。1番先頭進みますがこれは正解でしょうか。1番彼女の客室には合っていますね。合っていますね。グリギミ地球振り上げりが発動しましたね。レース中盤に作戦腕の馬娘を当てられてわずかに疲れやすくするスキルです。そしてレースは終盤だ。実際にプレイすると思ってた以上に手に汗握る。外から飛んできたのはスペシャルウィーク夢に向かって駆け抜けます。いけー。ようやったスペちゃん、お前が日本一や。おお、ありがとうございます。次も頑張ります。守りたいこの笑顔。見事に1着を取れましたね。1着だとその分ファンも大勢獲得することができます。ファン数が多いほど、ファン数ボーナススキルや、レベルの高いレースに参加することができるようになります。本番レースに参加するにもファンが一定数必要なので、レースに参加していきましょうね。本番レースには目標が定められているので、設定着位に入るように頑張りましょう。僕とスペちゃんの黄金コンビなら有馬記念だって楽勝だよ。宴か？レースか？どっちもか？いいぜ！受けてたーっ！もう宴の始まりだ。そんなことを言っていられるのも今のうちだけですよ。おい、その先は地獄だぞ。こうして僕とスペちゃんは順調に様々なレースを勝ち進んでいったんだ。ありがとうございます。次も頑張ります。あー偉いぞスペちゃん。こうやって頑張ってるスペちゃんを見てるとすごく愛着が湧いてきますね。成長している姿、まさに我が娘。振り込めたままなら馬娘はバカだな。いけー。セイウンスカイちゃん早いっすね。まであと少し頑張らなきゃ。目標はクリアできたから次も頑張ろうね。さあ次は菊花賞だ。予想結果もよし、これなら勝てるはずだ。勝利を信じて行きます。グリーンアイランド。キークワーナークラシックロードの終着点菊花賞を制し最強の称号を手にするのは誰だ。さあ一番人気の紹介です。セイウンスカイ。かわいい。2番人気を紹介しましょう。キングヘイロー。かわいい。注目のスペシャルウィーク5枠9番での出走。気合十分。いい顔してますね。僕の娘。ゲートに入って体勢整いました。行きなさいシンジ君。誰かのためじゃない、あなた自身の願いのために。ゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。最初のレースと比べると随分周りのキャラも合成になったね。顔を出せるか。一番人気セイウンスカイ。さあ激しい先行争いで前に出たのはセイウンスカイ。続きました2番早くも激しい競り合い。としてその外を回ってレース序盤にコース取りが少し上手くなるポジションセンスが発動。よし今回のレースでは3着以内が目標です。まもなく第4コーナーカーブ2番快調に飛ばしていきます。
そんでちょっとカットして中盤。外を回ってマンハッタンカフェリバシン3馬身開いてスペシャルウィーク残り 1000m を通過。1馬身離れてリワハヤヒデキングヘイロー追走。少し離れてライスシャワー。外には6番そろそろ直線4番勝負の時間だ。3番後方2番手に17番そして最後方8番意気揚々と先頭行きます。セーンスカイどうでしょうこの展開。いけースペチャーンよし見ててねお母ちゃん。どけ僕がお母ちゃんだ。分かり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。第4コーナーカーブ勝負どころ最後の直線へとかけていきます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。400を切りました。最終コーナー最初に駆け抜けてきたのはセイウンスカイ。セイウンスカイ単発で強すぎ。ペチャン、ペチャーン。ペチャン、ペチャンは何着？菊の舞台で見事勝利をつかんだ。2着には声優スカイ、3着はザリカズライオン。ということは次はもっといい走りがしたいです。4着か。でもまあ次頑張ればいいよね。何を言ってるんですか、メメントちゃん。次なんてありませんよ。え？目標を達成できなければその時点でゲームオーバー。ここでおしまいです。そんな、あっけなさすぎる。始めたばっかりですので気にしなくていいですよ。一体何ができたよ。スペちゃんの力不足を受け止めて次のスペちゃんで頑張りましょう。ずっと苦しかっただろう。違う。違うんだエレン。スペちゃんが悪いんじゃない。スペちゃんのせいじゃなくて。トレーニングもスキルもろくに調べもせずに勢いでやってた僕が悪いんだよ。俺は英雄になりたかった。もう嫌なんだ。こんなの耐えられない。ダメですよメメントちゃん。ウマ娘の動画を投稿した以上有馬記念優勝まで突き進んでもらいます。これはメメントちゃんが始めた物語でしょ。そんなということで今回はここまで。ウマ娘の大体の流れは感じてもらえたかな。動画更新のお知らせ等は Twitter でしてるので感想やフォロー、動画のいいねと高評価も押してもらえると嬉しいです。あと次に紹介してほしいウマ娘がいたらコメントしてってね。さて、この動画を最後まで見た君たち。君もウマ娘を育ててみよう。予想以上にプレイしてみると手に汗握るぞ。あとライブシーンは君の目で確かめてくれ。では、さらばだー。